どうも、ともやんテニスチャンネルのともやんです。MJ です。はい、今回はヘッド様から、いただきました。はい。プレステージ。はい。おニューのですね。新しい。はい。真っ赤っかということで。はい。プレステージ僕、もともと使ってました。使ってましたね。はい。まあ、結構古いの使ってたんですけど。はい。だから、まあ、大体の打感だったりとか、いうのはわかるんですが、うんうん、新しく出たということで、実際打っていこうと、はい。思っております、はい。お願いします。はい。で、スペックは、ラケットマニア MJ が、はい、ちょっとはいお願いします。こっち MP ですね。はい、 MP プレステージ MP で、はい、重さが 320g の、はい、面98、はい、バランス 310mm、うん、のストリングパターンが1820なんで、そうですね、ちょっとまあハードな、うん、あのスペックだけ聞いたらハードな感じになっています。はい、でこっちが S プレステージ S、はい、でこれが 295g の、はい、面98の、はい、ストリングパターン16、19、うん、これ98が99やったかな、面確か99っすか、なんかね表記がねいろいろ変わってまして、99やったかな、あ99ですね、ですね、はい、はい、ストリングパターン16、19、バランス 325mm、はい、かなり先ほどですね、はい、これはまあまあ使いやすい、はい、軽めのスペックっていう感じですかね。S ラケットですね。そうね、飛びそうなイメージですよね。はい。言ったら結構真逆に、そうですね、なってくるんじゃないかなという予想ですね。うん、確かに、はい。ちょっとこの何ですかね、あのクロード向けというか、うん、とまあまあまあ一般受けするというか、そうですね、という感じのスペックになってるんじゃないですかね。はい。はい。だから僕らが使うとなったら多分 MP の方が出やすいんじゃないかなと思いますね。はい。はい、他にもまあプロだったりとかツアーとかまああるのでね。はい。はい、今回まあこの2種類を、はい、ちょっと送っていただいたんで、そうですね、はい、レビューしていきたいと思います、はい、お願いします、お願いします。
2種類のプレステージ打ち比べていきました、はいはい、まあ、MP と S とありましたが、まあ単純にねやっぱり打ちやすいのは僕たちはやっぱり MP、 あ、そうっす、僕は MP の方が打ちやすかったですね。やっぱり重さもあって重量感もあって、まあ、18-20 っていうので、ボールの飛びもちょっと教わってくれて、はい、打ちやすかったかなと。でまあこの S シリーズはちょっとあの僕は軽すぎてこう当たった瞬間に打ち負けると言いますか、ブレやすいというか、いうのはあるので、まああの女性同士とかだから女性向けにはなるかなと思いますね。でもまあラケットを逆に軽いんでブンブン振り回すことはできるんで、こうコートを横振られた時とかでもしっかり体幹を守って振れたりとかするのかなと思いますね。でやっぱガットの本数も違うのでスピン量がやっぱりこっちは、まあ、かきにくいって言ったらあれですけど、うん、どっちかというと回転量は少なめ、うん、こっちは本当に勝手にかかるぐらいのスピンの打ち方をすればスピン量を思ったよりはかかるっていうイメージで、打てたんで、まあ、スピン系のプレイヤーにはちょっと MP は向かないかなと。男性でスピンプレイヤーの方は MP とかよりは、まあ、プロとかも出ると思うので、はい、プロとかそっちの方がそうですね、ガットの本数が少ない方がいいのかなと思いますね。はい、まあ、全体的にはやっぱりこっちかなと MP の方かなとは思いますね。はい、どうですか。まあなんか MP はちょっとそうですね、ボールをしっかり潰していける人がというか、うん、ボールを潰していってこうやっとなんかこの発揮できるというかガツンとね、そうですね、うん、どっちかというとシングルスで全部ボール潰してっていうよりは あの重さもあるんでダブルスでリターンとかも結構しやすいんでしっかりやってボレーとかも重さで飛ばせるんで、うん、どっちかというとダブルスに結構向いてるんかなって思います、うん、で S はそうですね、軽いんでまあめちゃめちゃ速いボールとかに対してちょっとこうブレるかもしれないですけど、まあ、その分めちゃスピンかかるんで振り回してちょっとまあしっかり振って安心感は、ボールコートにしか収まるっていう安心感はありましたよね、うん、結構そうですね、スピンしっかりかかるんで振れば入るっていう感じはあるかなって思いますね、うん、はい、まあ、逆にむちゃくちゃ力があったらこういう重さでも逆にいいかもしれないですけどね、うん、まあまあまあ確かに、うん、僕とかそんなに力がある方ではないんでラケットの重さを利用してちょっと相手のボールに負けないようにとかするので、そうなってくるとこれまあ 320g あるんですが割には軽かったですね、割にはね、はい、軽かったね、バランスの問題かな、はい、うん、むしろ軽って感じましたね、うん、僕いつもグラビティ使わせてもらってるんですけど、グラビティの方がまあ僕ちょっと最近ちょっとチューンアップして重りも張ってるのであれですけど、まあ軽く感じたかなと、うん、はい、あとこれは僕一番打ちやすかったショットは MP なんですけど、スライス、バックスライス、なるほど、ものすごく打ちやすかったです。だからバックボレーとかボレー系、だからラケットちょっとこういう風に出していくショットにはすごくいいかなと思いますね、はい、そうかな、まあ、はい、サーブとかは、まあ、軽いんでこれ、うん、こうなんかバドミントンしてる感覚でパンパン打てるっていうイメージはありましたよね、まあ、軽めのでどんどん振り回していきたいっていう人はスピンもかかるしいいかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱそれある程度重量が欲しいっていう方はこれがいいですね、そうですね、はい、こっちの方が多分重さがあるのでボールの伸びはあると思うんですよ、うん、確かにスピードとかより落ちてからの伸びがあると思うんですけど、はい、これ軽いラケットっていうのは速くは打てるかもしれないですけど打った後の伸びっていうのはちょっと、うん、確かにムムムっとなるかもしれませんが、はい、初速が速くて、うん、まあ、ちょっと失速するかもしれないですね、そうですね、結構伸びていく、うん、重めのやつは伸びていく感じ、ね、そうですね、はい、まあ個人的には MP の方が良かったかなと、まあそうですね、はい、はい、僕はプレステージ今まで使ったこともありましたがよりは年々こうちょっとずつですけど柔らかくなってるんじゃないかなと、確かにね、はい、僕あの2個前使ったじゃないですか、はいはいはい、あれカンカンやったイメージ、確かに昔もっと硬かったもんな、はいはいはい、MP なんてもうだって MP ってもうめちゃめちゃなんか硬くてこうハードな、そう結構もう好きな人が使ってるっていう感じやったんですけど、うんうん、もう使いやすいですね、全然誰でも、うん、はい、使えるレベル、うん、レベルというか柔らかくなってきるのかなと思いますね、はい、はい、だからプレステージって硬いっていうイメージがありましたが、まあ、柔らかく、まあ、柔らかいって言ったらあれですけどどんどん一般プレイヤーでも使いやすくなってますので、はい、ぜひ皆さんもいろんなシリーズがありますので、試してみてください、はい、では